シェールソベニーニョ、ルイージ・コスタンティーニ、1876年4月3日から1958年10月17日は、カトリック教会のイタリア人聖職者で、1953年には、教皇ピュース12世により、数奇教の位に挙げられた。イタリアのゾッポラに生まれた、彼は、ローマで学び、哲学と進学の博士号を取得した。 1899年12月26日に、被災に除海され、1914年まで、コンコルディア・サジッター・アリアで死亡し、そこで教区の管理者に選ばれた。第一次世界大戦の間は、イタリア軍で、従軍主催をしていた。1919年から1920年まで、コンコルディア・サジッター・アリアの管区長代理を務め、5月10日には、フィューメの大墓となった。 1921年7月22日、彼は、教皇ベネディクトス15世により、フリニアのヒエラポリスの名義司教に任命された。8月24日に、ピエトロ・ラ・ホンテーヌ・スー・キ教の司式とアンジェロ・バルトロマ氏、司教とルイージ・バリーに司教の共同司式により、司教に除解された。1922年8月12日に、初の在中華民国教皇講師となり、 9月9日には、アルカディアのテオドシオポリスの名義大司教に挙げられた。中華民国にいる間、彼は1924年に、上海で中国初となる司教会議を開催したり、中国選挙のための検証を作成した。さらに、婦人大学の創立を援助し、6人の中国人司祭の司教への昇進に貢献した。1931年には、 中国人司祭を養成するための修道会である首都会を創立し、ハルビンのラテン天礼の教区長となった。1933年に中華民国を離れた後は教皇庁で奉職し、1935年12月20日には不教省々秘書官に任命された。彼はピエトロ・フマゾーニ・ビヨンディ・スー・キ教の下で2番目に地位の高い聖職者であった。 1953年1月12日、教皇ピウス12世は彼をサンティネレオエ・アキレオ聖堂付きの数奇教とした。82歳の時にローマで死去し、故郷のゾッポラで葬られた。隣には同じく聖職者の道を歩んだ兄弟のジョバンニも葬られている。中華民国に来た市新城区には彼の名前を冠した後期中学がある。 元の学校は中国大陸のチャハル省尖火にあったが、台湾の学校は首都会の来大後に再度開校したものである。ありがとうございます。